おはようございます、こんにちは、こんばんは。サファリの課長とマートンとリーさん、メガネそうでです慣れてな音さえがないよ第1回花王今回はお花の王を決めていきたいと、そういう企画でございます。肩当たってないなんか入ってるね。肩狭いよ、狭い画面余白を肩に頭を打ってるんだ肩共有してないこれなんかまあこんな感じでね、所狭しとこの世界にはお花があるわけですよ。ちょうど僕たちの後ろにも花の森というバイオームを用意しております。あ、そうね。今日はこんなワールドで花の王を決めていきたいと思っています。なるほど。で、一応3つ問題用意していて、僕以外の4人に挑戦してもらうんですけど、はい、その1問ごとに1人抜けてってもらって勝ち抜けですね、はい、で最後負けた人が、あれ花王じゃないな、花弱やな、花弱花弱が決まります。あんま弱者決めん方がいい気がするけど花雑魚が決まるのでまあ一応軽いですけど罰ゲーム用意してます。やっぱ王決めるんじゃないの。軽微な罰があります。花雑魚には動画上がってから1週間以内に花の写真撮ってもらって、ちょっとポエムを添えて投稿してもらおうかなと思います。あーよかった、花禁止かと思った。あぶねー、1年間ツツジ吸っちゃダメみたいな思いで。いやあんま、いや重くない重くない重くない重いよ。小学生の間で流行る罰ゲーム帰り道のね、懐かしい。というわけで第1問、花言葉に関する問題です。花言葉皆さんいろいろありますよね。ありますね。真実の愛とかなんかいろいろ、そんな中でもちょっとマイナスなイメージの花言葉っていっぱいあるんですね。今回は花言葉が失恋のお花を持ってきていただきたいです。なんでマイナスでやるん。ちょっと珍しいかなと思ってね今日マイナスばっかり。あんま週の中日にやるもんじゃないよマイナスのことということで、後ろの花の森から持ってきてください。よーい、はーい、花ー、花ー、勝つぞ、今日こそ勝つぞということで、まあ簡単ですね。一番こうジメジメしている花を探せばいいだけです。はい、はーい。お花ね、まあ知らないよね、もちろん。一旦花を用意するところからか。俺答え知ってるよ。失恋でしょ。俺結構花言葉とか好きなんだよな。やった、シャケだ、やった。なんでこいつなんで邪魔すんのマジで、ひどくない？くんなって気持ち悪いなお前、おいくんなマジで。はい、というわけでお花持ってきましたか。持ってきたよ。はい、じゃあ左からメガネから順番にお花ポンと植えて、はい、考察を喋ってもらっていいですか。はい、私が持ってきた花はこちら、スズランです。スズランか、これ完全にもう見てください、これ神戸を垂れてますよねこいつ。これ完全にもう負けヒロインの姿じゃないですか一番哀愁が漂っている花はどれかって言ったら間違いなくスズランだと思います。なるほど、形から連想したと、いいのではないでしょうか。マートさん。はい、私が持ってきたのはバラの低木でかい、マート見えになったもんバラです。これはまあなんか失恋の逆、なんていう、受練受ける受練って失恋と受練はなんか失中と受注みたいに言うなお前距離一体みたいなとかあるんですよ。やっぱ表とら、ああ、うん、なんかこういうのっていい意味と悪い意味両方を持ってるみたいな、持ち合わせ陰と陽、陰陽師みたいな存在なんだ、はい、なるほどね。つまりバラってプロポーズでよく使うけど実は失恋の意味がある的なね。あー、深いね、ボケがあるんでね。あらあら、お返しします。ありがとうございます。ではひーさんお願いします。はい、僕が持ってきたのは白のチューリップですね。あら、これはね、その私自身もう花に関する知識っていうのがないわけですよ。そんな中でもやっぱ白のチューリップってやっぱこの色も注目してほしいんですけど、はい、まあちょっとこれ以上もうないですね。あら、え、あら、え、ないんだ。考察の余地を持たせるため、私は花について詳しくありませんって情報以外何も入ってきてないけどあとはあの皆さんで行間を読んでもらえばこれが失恋っていうのも分かってくるんじゃないのかなと思います。お返しします。お返しすんな。はい、じゃあソテさん。はい、白のチューリップ、いた動物です。ないないない嘘、ないもんにないよ動物は。表彰式みたいなってなんかなんか言ってや、いた動物ない。いやー、
それでは正解発表に行きたいと思います。次や正解は白のチューリップでした。ほんまに、さあ、はい、白のチューリップは2人正解して失恋となっています。やっぱりね、いや分かってたんだよな、ごめん正直な。キモ。一応バラの花言葉があなたを愛しています。逆もあるみたいなことはないんや。あ、ないです。あなたを愛しています、愛情、B、情熱、熱烈な恋なんでプラスしかないですね。あ、オッケーオッケー、うん、だからさっきのキショクアレなんか本名字みたいな話は全部ない。あ、全然オッケー、うん、インプットした、もう結構読めたわ。でスズランも、再び幸せが訪れるとか、幸せの最大、純粋とか、一番ないわ。めっちゃいい。お前動物の森やったことないから。めっちゃいい花や。すごい花なんだぞ、これ。何、めっちゃいい花。めちゃくちゃすごい花。村が綺麗になったら入るっていうね。へえ、ね。はい、ということでちょっと正解者2人出てしまったんで口作るわ今から。あれ一応花言葉ってどうやって決まってんのっていうのに調べたら、なんか理由みたいな、うんうん、マジで言い出したもん勝ちらしい花言葉は。あ、そうなんや。そう、そうなんや。トレンドと一緒や。そう、ほんまにないらしい。特許とかやん。なんか新種の花については協会みたいなのがあってそこを決めてるらしいんだけど、うん、そういうなんか昔からある花はもう言い出したもんが言ってるだけ。言い出したもん勝ち。ずる。え、俺もじゃあ自分の花言葉決めよう。お前花やね、出たやつが勝ちね。せーの、ポン。はい、ヒーさんの勝ち。やったー、負けた。自分で手が届かない。わーい。いや、本当に、うん、じゃあねー。やっぱ勝っちゃうんだよね、こういう時も。しょうもな、マジで。何でも勝つんだよな、俺。ほんまにそう。見たことあるな、この感じ。4回ぐらい。こういう動画4個ぐらいある、マジで。マージできるよな。もういいやろ。マージできる。第2問、マイクラ上のモブにですね、鼻が4つついてる生き物がいます、はい、あ、もう鼻になった。その生き物を連れてきてください。連れてくんのむず、マジで。もう鼻クイズになってる。連れてくるの難しかったらその場所に TP させるでもいいですよ。あ、じゃあこうしよっか。ってるやん。何やこれ、ちょ、うるせえな。順番に早い者勝ちで答えていく感じしようか。で一周したらまた 次の人が答えれるみたいな、はいはいはい、だからモブ見つけたらそこに呼んでもらったらいいかな。いいっすよ、いいっすよ。第2問、よーい、スタート。よし、ガガガガガ。まあ、まず最大の問題は TP の仕方を忘れたってことやな。負けだろこいつも。じゃあじゃあこいつ負けだろ。はいはいはい。え、はい、はい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 、早っ。何ですか。はい、馬、はい、正解。お前バカじゃん。馬、鼻2つ決まってんだろ。まあ答え出た後やからすげえいくらでも強いよ。あまり今日答えるしかしてんのお前。え、なんか何も喋らんよお前。いや、答えるよちゃんと。答えるのは最近のせいや。答えをだけはしてるけど、なんか言ってや、その考察とかさ、ない。考察な、ないよ、ないよ。そう。マジ何もしてねえこいつ今日。さあね、ちょっと僕ね、もう早上がりしちゃったけど答え知らないからね、司会のくせに。謎なとこじゃなくて普通にあるけど、本当にある。え、なんだ、鼻が4つでも普通にあるんだもんな。鼻が4つ、鼻があるとかそういうことじゃないの。それは俺らのことやん。もう普通に鼻の穴4つあるやつ探してるけど。鼻の穴、わしが今2個開けたらえんけの。こいつはないよな、鼻ないな。バートンちゃんと目合わせて確かめとるな。やっぱ顔面見ないとな。そうだ、やっぱ俺多分分かる気するんだよな。ちょっとヒーさんにこちょこちょで聞いてきていいじゃん。カエル。あー違いますね。あー違うんだ。いや不正解だったわ。不正解なんや。ザコが出直してこい。お前覚えとけよ撮影後。わ。なんで外でやるん。中にしてや。ガチになっちゃった。はい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 。行きますねそっち。これなんですけど、これ拾ってもらっていいですか。はい。拾う。これ拾ってもらっていいですか。これですか。はい。これ花4つありません。あ、うん。ああ。これインベントリの。アイコンの表示がってこと？インベントリ的にこれ4つじゃないですか。なるほどね。花は4つあるんですけど、花の穴が4つなんで。穴が4つあるんですか、うん、ほらもう困ってるやん、メガネもカッチョも両方。両方困ってるやんもう。じゃあいいっすか私。はい。お、最後じゃあマートン。僕の予想では人間から遠いものやねより、うん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 、だって人間と近いその豚とか牛とかはどう見ても鼻2つなんですよ。
いやわかるよ。マジで見たことあるからだって。うん、でなんか虫とか、うんうん、魚は僕なんか人間と明らかに構造違うんじゃないかなと思うんですよ。はい、うん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 。でちょっと今歩いてて最初に見つけたんですけど、このこいつ。鮭。この鮭ですかね。鮭。鮭どうですか。正解。おお正解した。おお。そんなあっさり。何それ。普通にじゃあずっと持ってた俺。そうなんやな。お前最初から持ってた。俺鮭1問目の時からなんか持っててさ。え、鮭が正解、まあ、魚ですね。なんでなんで。あ、魚なんや。はい、ということで、まあ、解説をしましょう。なぜ、はい、まあ、鼻の穴ってそもそも2つありますよね。これ何のためかっていうと、はい、要は右からの匂いか左からの匂いかっていう、どこに物があるかっていうのを感知するためなんですね。へえ。で、魚類に関しては鼻の穴で吸って出さないといけないんで合計4つ必要ってことです、はい。水を排出しないといけないんで、出すための穴が必要っていうことです。ということで第2問マートさん正解。はい、ということでいつものザコ2人が残りましたと。あ、何これ、何もね、本当やな、いつも通りやんな。毎度ですよ、もう、うん、本当に。まあまあ相方はあれかもしれんけど、メガネだけは残っとるよな。うん、任せてほしいですよ本当に。ゲームマスターどこ俺が分からん。分からん言えてるもん。あ、出てきた。湧いた今それもなんかすごいバカみたいな、セルみたいにシュンって出てきたのめっちゃバカみたいにキョロキョロしてたの今。最終問題、お花を使ったインテリア対決。めっちゃマイクラやん急に、急にもう内装だけでいいんで、側作って中の内装を、まあお花をテーマに、ざっくりとお花をテーマに作ってもらって、今審査員3人いるんで3人の投票で決めたいと思います。これ喋りながらでいいんで作っちゃってください。評価しちゃうよ。じゃあまあ10分かな。では用意スタート。やりますか。こんな勝敗見えてることある。やるか、負け戦。上昇人も来とるだよお前。敗戦の弁考えとくか。あ、これ真正面から言ってもメガネ厳しいの分かりきってるから、ね、メガネその自信ないからそんな遠くいかんでいいから。あ、そう内装やから見えんからさ。あ、そっかそっかそっか。いいよ。なんか最近花めっちゃ値上がりしてるらしいな。そうね、花事情詳しいな。最近さ、青菜安いよね。なんで取るん？なんで全然違う。ほうれん草とかさ、なんでこの他で青菜で話題取るん？どういうこと？全然違う話やし。何それ。ちゃんとせめて内装って分かるようにしてよ。屋外にポツンとあっても中じゃないから。エクステリアや。ボケ潰してくるなこいつ、ほんまに。ボケ潰してくるな。さすがにおもろいわそれ。なんかまあ一個ボケが潰れてはいるな今。確かに。な、今本当にこいつ残り5分ってそういうこと言うんだ。いやなんかでもそれはやめた方がいいよ確かに。めんどくせえなーマジで。怒ってる人いる。こいつめっちゃめんどくせえ。おい。じゃあ袖の方から見ていきましょうか。説明お願いしてもいいですか袖さん。でまあスズランを一回作って、ででかすぎだろ。こっちに家を作って。ん、家あんので中はシンプルにスズランを植えた。うわー、あうまマトリョーシカ、マトリョーシカ的なマトリョーシカをしました。アートやんこいつ。うわすげえ、お前すげえアートやな。すげえ、これはレベル高い。美術館にあるでこれ。ちゃんとおしゃれ。これ美術館にあるよ。お前なんでそんな簡単に期待に応えるの。なんでできるの。てっきりやったかと思ったなこれ。いやこれ評価高いですね。よく今日何もしなかったけどなんか耐えたな。耐えた、これで耐えた俺。あぶねえ。メガネさんの内装こちらです。せーの。ん？ない内装ってこと？いや、ない。ない。まあちょっと、いや内装まだで入りましょうかじゃあ一回。燃えないといけないの一旦。燃えないといけない。燃えてください。ターミネーター2や。やっぱ花を見るには痛みを伴うんですよ。こんな絵が今日撮れるとは。はい、これ真っ赤真っ赤マジで。降りれんくなったし。あ、降りれた。は？どういう動画なんねんこれ。あ、いけたいけた。いけないいけない。何がしたかったんか先言ってもいいよ。俺の方来れるよこれ。リピするわ。ハリーポッター見たことありますか皆さん。ハリーポッター見る前にみんなマグマから抜けれてないわ。あ、これた。あ、ようこそ。まあ、これなんですけども。皆さん、ハリーポッター見たことあります？あります。あります。謎のプリンス見たことあります？ハリーポッターで。あります。あんま覚えてないです。謎のプリンスで、あのダンブルドアが、そのボルデモードの魂を削るために、まあ一つ。分霊箱のね。そう、分霊箱を手に入れるために、自分でこう、水を飲みながら苦しい水、苦い水みたいなすごい飲むんですよ、ダンブルドアが。物語で。ありますね。
ありますね。そう、苦しみを乗り越えて乗り越えて手に入れるんですね、分霊箱。それが今回はマグマだったと。マグマを乗り越えて乗り越えて見れるのがこの花だったと。はい、じゃあ順番に聞いていきましょう。ソデ。ソデ。俺はソデ。終了。やったー、はい、ナイストライ。おめでとう。